アメリカに行く前はやっぱりご飯が好きで、よくあの鍋物の後でおじや作りますね。ああいうのが大好きでよくいただいてたんですけど、やはりアメリカ行って向こうのジョッキーの食べ物を見ましてね、それからパン食に切り替えたみたいですね。で、普通おかずを主にしまして、お肉とかサラダが大好きになりました。昔はお野菜があまり好きじゃなかったんですよね。それでサラダが大好きになりまして、ほとんどもおかずと野菜ぐらいでお腹いっぱいしましてね、あとなるべくご飯を食べないように努力したみたいです。